この後、ウパメカノの通ーセンターばくね。普通は見分けつかない通ーセンーバーです。<っ>床、ウパメカで左はバエルンゼで右が、この後カバールっていう。リバプー,ールと。てか、あれか。4枚中3枚バエエルンか。サリバ見たかったね。確かに。候補で上がってよラカゼットとか。おー完璧でしたね。左から右に展開して、 長めのフィードっていうか、それで、ワンタッチでリュカをかわした後に、まあ、右から、左から右に展開した後だから、サイドバックの戻り間に合わなくて、パパールが前に守備し,てしに行ってた後だったから。しかもリュカも怪我したっていうか、まあ、リュカのこの怪我、やっただろうな。でもオーストラリアのボールの回し方すげえ良かったっすね。でもこういうね、相手強くて結構早めに先制しちゃった時ってね、立て直す時間がありすぎてね、アルゼンチンの場合立て直しがないというか、ね、後半で、 一気に逆転できて立て直す時間もなかったからね。おお、来た言ってたラビオがね。素晴らしかったっすね。ポカッと開いてたね、うん。ラビオのマークどうするって。もうクロス入れられる瞬間、顔上げられる瞬間にね、裏抜けしてた選手が3人いてね、ラビオのロック間に合わなかったっすね。弾き出しもね、距離出てすごい良かったんだけどね。蹴れる瞬間に、いや、さすがだよ、これね。ちゃんと顔上げて蹴れる瞬間に、ちゃんとここ走ってるって当たり前だけど、 まあ当たり前、なかなかできないからね。いや、あの立ち止まってオフサイドを、ね、確認している選手が一応担当だけど、コーナーキックで一回弾き返してし、陣形崩れてっていうか、瞬間的に、じゃあ,あの、ライン上げた後のマーカーをすぐ確認しなきゃいけないから、いや、素晴らしいね。守備の時さっき433、グリーズマンインサイドアークのイメージって言ってたけど、本当にそうなってるね。たくさん出てきて、動画に落とし込みます。先日を練ってる時にインスピレーションめちゃくちゃ湧いてくるみたいなことありますか。それはどういう時ですかで、天気もあったわ。 <laughs> キーパーからのビルドアップでなんでこんなことしたんだっていうのビルドアップでしたけどサイドフロントで捕まってそのままプレス受けてプレスかけて奪ってこのえ、えー、エンバペから誰だろうあのこのバックパスしたやつバックパスっていうかヒールパスしたやて多分エンバペだよね。奪った後にすぐね前向きの選手に加速した状態で渡せたんでがあったせん、ね。キキャしなかったけどよく決めたし。ナビオもいいですね。 ちょっとエンバペすごい行き合ってますね。行ってきてほしいとこいなかったけど。さあ、今度はこっちへデンベレで。いやー。ああ、決まるよな、それな。いや、かわいそうだったね、今の。フランスの攻撃に対するオーストラリアの守備ね。もう左に右に振り回されてさ、そこで対応しなきゃいけない1対1がさ、エンバペとデンベレでさ、後ろからテオ・エルナンデスも上がってくるみたいなさ。両サイドのサポートにね、左はテオがいて、右にはグリズマいって言ってね。結構今のかわいそうだったよ、ね、もうね。 オーストラリア、こっからあと20分耐えれんのかなみたいな感じだったけど。エンパペの走るタイミングとかもいいからな。ツーゲート越えてるけど、それでも通るしねで。1対1当たり前みたいにかわしててか、上げて。デンベルをかわしたところからのクロスの質、超高いね。個人技あります。先生の共有力あります。ちゃんとそこバランス取れる中盤います。みたいなね。<laughs> 守備は楽しいからするのみたいな。これ普通にこれは決まったってことこれ普通に決まったのもうそんな喜んでない。なんか。 ジルのリアクションとかも痛そうの方が先に来てたいやもう緩急で縦行ってクロスの質高くてもうやられすぎてもうねちょっとオーストラリアも気持ち切れちゃってるからねファーサイドめっちゃボールッチちゃになっちゃったしないやでも戦い方も分かりやすい両,両サイドがね理不尽理不尽な突破力とねいやほんと理不尽なもんなそれで ねえエンパクなんか中入っても天気見れるからな、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうヨウとフトボでしたバイバイ